さあやっていきましょう。セブンスアニバーサリープレイということでですね、ユーモラスドロッセルっていうね、もはや性別どっちやねんっていうようなロボットが出てきましたね。ファイアボールユーモラスっていうことで、まあ、ボムが発生するよっていう、ただね、ボムが発生するよ S サイズって何っていう話なんですよね。すいません、ちょっと今充電がなくなって20パー切ったその画面が一応ちらっと見たんですけど、まあまあご愛嬌ということでお許しください。ね、これ何なんですかね、なんか ロボの映画か何かなんですかね。ちょっと、まあ、ディズニーとかピクサーとかも作品がいっぱい出すぎて、何かって思うんですか。おっ、すごい、でっかっ。しかも23はあ、なんか本当にこうつむつむのこうなんていうんですかね、キャラのスキルのアイディアってね、まあ、別の動画でも喋りましたけど、ほんと考えつく人すごいっすよね。ほい。ねえ、これ。あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、真ん中に、よいしょ、どう？ほい、ほい、ほい。でかすぎるやろ、これ。ほい、16。さっきね、23とか消してましたね。素晴らしい。あっち、よいしょ。これね、3本前くらいのね、あのセブンスアニバーサリーの時の28の、まあその同じ日にやってるんですよ。日をまたいでやってるんですよ、これ。だからね、もうね、夜中にこれをプレイしてるもんですから、ちょっともう疲れちゃって喋る言葉が出てこない。いやー、かっこいいかっこいいかっこいい。喋る言葉が出てこない。本当にもう大変ですよね。60本か70本かもぶっ通しで撮ってるもんですから、なかなかない。まあ貴重な経験、やっぱね、人間追い込むってことが大事ですよ。追い込み方ミスってるけど、ね、いやー、944枚、あざっす。さあ、これなんだっけ、ユーモラス、え、違う、なんだっけ、ドロッセル、もうわからなくなっちゃった。なんて名前だったっけ、もう一回。お、今日はユーモラスドロッセルさんですね。まあ、なかなかいいツムだったんじゃないですかね。僕は個人的には好きなツムでしたね。はい、ということでありがとう。またご視聴ください。